バーコブログチャンネル。みなさんこんにちは。今日は私が撮ったマタニティポートレートの写真を見ていきたいと思います。私は三脚を立ててスタジオで撮影をする際にはファインダーは覗きません。ほとんど液晶モニターを見て撮影しています。もちろん声かけは大事なんですけども、よりカメラを意識してほしくないので、私は液晶モニターを使って撮影しています。このモデルさんはあどけなさが残る表情がとっても素敵だったので、そこに柔らかさをプラスしてマタニティと一緒に撮りました。髪の毛の部分はドライヤーを使って表現しています。まるで少女のようなういういしさで、ふわっとキラキラっと表現したかったので、露出補正で肌の色を飛ばし気味に仕上げてあります。続きまして2枚目のマタニティポートレートです。このモデルさんの表情を見てください。出産を間近に控えた母の表情です。たくましく、そして力強い母親の強さのようなものを感じることができます。この凛としたハードな表情をモノクロで表現してみました。1枚目の写真と2枚目の写真、お腹の中の赤ちゃんが男の子なのか女の子なのか、それは母になる表情にも現れることなのでしょうか。今回の撮影もモデルさん2名に協力していただきました。神秘的なお時間を分けてくださり本当にありがとうございます。チャンネル登録してね。